回は平方根が入った対称式について勉強します。まずはキーポイントですね。x と y の値が与えられているときですね。このように x、y と値が与えられています。そういったときにはまずここ、x プラス y、xy の値を求めます。ここでは問題で x プラス y、xy とありますけども、仮にこのカッコ1、カッコ2がなくて、ここから問題が始まった場合ですね。もしくはここから問題が始まった場合ですけども、この手の問題は必ず x プラス y と xy の値を使いますので求めましょう。というのがキーポイント1ですね。で、キーポイント2はこの式変形を覚えてください。これは非常に使います。この後皆さん数一で三角比というのもやりますけども、その時にも使います。必ず押さえてください。x2 乗足す y2 乗イコールカッコ x プラス y カッコ閉じる2乗マイナス 2xy ですね。ではまずここのキーポイント暗記しましょうか。一時停止ボタンを押して暗記してください。はい、どうぞ。では実際に問題を解きましょう。問題ですね、空欄ですけども自分で計算してみてください。では一時停止ボタンを押して計算しましょう。はい、どうぞ。では行きます。まず最初ですね、 x プラス y とあります。で、こういう問題ですね、数学において分母にルートがあったらもうまず有理化します。掛け算ではない場合ですね、足し算引き算の場合とかですけども、もう有理化するのが鉄則だと思ってください。というわけで有理化しましょう。こうなりますね。これは例題4でやりましたね。例えばこっち x の方ですね、ルート2マイナス1が分母ですので、ルート2プラス1をかけましょうと。で、分子も同じですね。これも例題4でやりましたけども、この数式というのは約分したら1ですよね。で、1というのはもう何回かけても1ですよね。どんな数式に1をかけてもその数式は変わりません。ですからこういうことをやってもいいですよということは例題4でやりましたね。で、こちらの方も同じです。分母がルート2プラス1なので、ルート2マイナス1ですね。で、もちろん分子と分母は同じです。理由は、これは約分したら1になるからですね。で、計算します。すると、このようになりますね。分母、掛け算すると、これがルート2の2乗と1の2乗を引きますよと。で、上がルート2プラス1の2乗ですね。で、同様に計算します。すると、さらにこうなりますね。分母はこれ2マイナス1なので1分の2になります。ですから省略してます。こちらも同じですね。で、上はこれを展開しましょうと。で、計算して答えが6になります。では次ですね、こちらです。 xy ですね。で、 x がこれです。で、先ほどみたいに有理化してもいいんですけども、掛け算とか割り算の場合は約分ができる場合があるので、まずそちらを考えてみたらいいかなと思います。で、特にこの場合ですね、 x がこちらになりますね、y がこちらになります。これ掛け算すると約分できますよね。こちらの分母とこちらの分子、こちらの分子とこちらの分母、約分すると1ですよということになります。では次いきます。カッコ3番ですね、 x2 乗プラス y2 乗とあります。これはキーポイントの2でやりましたね。あの変形をそのまま使います。そうすると x プラス y と xy が出てくるんですよね。x プラス y、こちらで求めましたね、6です。 xy、ここで求めましたね、1です。代入しましょうよという話です。するとこうなりますね、6の2乗マイナス 2×1 と。じゃあ計算したら36マイナス2で34ですよということになります。では次ですね、なんか4乗とか2乗とかいっぱい出てきてますよね。ですからまず因数分解です。共通なのがありますよね。 x2 乗 y2 乗が共通ですので、こうしますよと。こうするとこの x2 乗プラス y2 乗、あ、ここで出したじゃん、使えそうということになります。ではこちらですよね、前の x2 乗 y2 乗ですけども、このように変形できますね。 xy の2乗というふうにできます。そうするとこの xy というのはここの2番で出しましたね。
さらに x2 乗プラス y2 乗3番で出しましたね。それぞれの数字を代入します。で計算すると34になります。今回はここまでです。ありがとうございました。